留萌館内は中部になりますね。苫前町から来ました、苫前臨水会です。今ちょっと MC さんの方からご紹介ありました、まあ、メンバー、今日はですね、練習頑張って去年のためにやってきたんですけども、この時期ですね、やはり年末ということでちょっとお仕事のある方とかですね、あとちょっと体調崩されたっていう方もちょっと何人かおりまして、すいません、今日は5人という少ないメンバーなんですけど、気持ちを込めさせて一生懸命せっかく旭川まで2時間半かけてきましたんで、頑張って踊って帰りたいなと思いますので、ご声援どうぞよろしくお願いいたします。沖に輝くニシンの鱗は鱗を刺し、水としてくれるはこれ永遠の宝だ。心は一つ、それが苫前臨水会。Oh,
さんの一緒にいただいた最後の皆さんに感謝の声を頂きまして、ありがとうございました。